酸素の。
着色料、保存料は一切使用してませんって書いてます。ちなみにハインツのトマトケチャップはこのサイズは初めて買いました。あのオムライスとか週1作るんですけど、結構ねトマトケチャップ使うんですよ。あとあのなんですけど、これがね、いまだにちょっと難しくて、ご飯の上に乗っけて卵を包丁で切る、これをちょっとチャレンジしてるんですけど、これが結構難しいんですよ。なんとかしてそのふわふわのオムレツ難しい。なので YouTube で料理されてる方の動画を見ながら週に1回は作ってます。はい、というわけでハインツでした。ちょっとこれは重たいのでハインツはスプレーって普通メンズものを男性の皆さん買うと思うんですけど、僕あの女性の、まあ、これ女性用なのかな、まあ、分かんないけどこういったのが好きなのでこっちにしました。ケープに男性用といえばあのキャツビーとかですよね。確かねキャツビーとかあそこら辺だと思うんですけど、なんか女性、なんかその女性のやつの方がなんかこう優しめというかな印象があるのでちょっとこっちにしました。
スプレーとか使うんですかね。ちょっと女性がどのタイミングで使うかあんまよく分かんないんだけど。椿